10時ぴったりにスタートします。グリッドについてない人は知らないですよ。コマーシャル、先ほどの決めの方、お願いします。とりあえず、これ相当はしますんで、走る、走らないは自由です。で、土砂降りにならない限り、僕、レースは止めません。ちゃんとゴール出してください。で、コースマーシャルの方は、車速いんでね、自分の安全を優先してください。コースを横切るとか、最大の注意をお願いします。車がものすごく速いんで。で、基本的に転んだ人の方が悪いんで、あくまでもコースマーシャルはサブなんで、安全を優先してください。はい、それでは、ゴールラインを通過してスタートグリッドをお願いします。バンクのマーシャル、あ、そこで車が飛ぶんで裏に行ってください。バンクのマーシャル、左手左手、フェンスの切れ目のところに行ってください。コースマーシャル、そっちは右、左左、安全を優先してください。フェンスを乗り越えてはマーシャル危ないですから、はい、そこにいて、はい、藤原君ちょっと手伝おう。はい、はい、自分のグリッドのところまで車を前へ出してください。え、2個ぐらいがいい？近い？これだと危ない？あ、分かった、 OK、 OK、 じゃあ1個飛ばして、はい、プロはほら接触しない、負けず嫌いから、間入って6番、8番楽しみだな。ちょっと個人的にすごい楽しみだ。喋り見てる大丈夫ですか。それではインバイトクラス、レース1開始しましょう。はい、それではスタートします。では右に注意ください。スタート5秒前、まずは1ラウンド目がスタートしました。昨日の練習成果のように、スタートグリッドを決める、コントロールをやっていました、そのスタートグリッドからのスタートです。さあ、そこからそれがソブン選手、ゼッケン1番、それで歌ってるのはゼッケン2番が松川選手、そしてゼッケン3番山本選手が続けてきている。4番手は沢田選手、ゼッケン4番が続きます。あっと、バックストレート入れる人に検討してます。さあ、1番止まってしまったか。回収お願いします。回収回収お願いします。ひっくり返して覚えてください。さあ、時間の方は1分15秒経過です。トップアートはメインコース作業選手、ゼッケン1番、そこで 0.6 秒差で松倉選手、ゼッケン2番が追いかけられています。さあ、3番手は、少し離れて沢田選手、ゼッケン4番が今4番を通過、そして島崎選手、佐々木選手、沢田選手、石岡選手、長嶋選手と続きます。止まってしまったのは山本選手の足ですね。ボス
ストラックは祖父江選手15秒012、そして初倉選手がベストが15秒112。ただ3位は4位争いかな、島崎選手、佐々木選手、佐賀田新選手と高田選手が接近してますね。1位2位は若干広がった、1.6 秒差、佐藤選手がリード。3番手は単独で佐賀田新選手、その後ろがどうだ、バンクの入り口で前を伺いますけど、まだ順位キープですね。島崎選手、佐々木選手、4番手、5番手。いいですね。さあ、若干、路面の方は湿ってきた感じがしますが、時間の方は残り1分45秒。さあ、この中でも祖父江選手は15秒492、15秒の中盤、そしてそれを上回っているのが松倉選手、15秒293。さあ、そして番号4番になっています、4番手、5番手、6番手、佐々木選手、島崎選手、沢田新選手の順で帰ってきましたね。順位が大変わってます。そう、4番手でも打ってきたのは佐々木選手、10分9番、そして7番、5番、6番、8番の順。残り45秒です。さあ、1番目、このまま総合選手に逃げるか。さあ、残り30秒、そこで突然の土砂降りを総合選手逆転を許すか、そのまま逃げ切るか、これがどうでしょうか。あと2周ぐらいかな。トップブロックは2周目が入りそうです。さあ、ソフィー選手がこれでラストラップになります。マスクラ選手も2番を超えてラストラップ。さあ、ここで時間になりました、佐々木選手からゴールで島崎選手、佐野新選手ゴール、石岡選手、長嶋選手ゴール、そしてトップでソフィー選手、2番手松倉選手、3番手で佐野陣選手が今登っていって、全者ゴールになります。ご紹介になります。